はい、本日は EV マートさんに来てます。トマさん、よろしくお願いします。 EV マートへようこそ。どうぞ。お願いします。トマさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。トマさん、早速なんですけども、 EV マートさんはどういったお店なんでしょうか？ EV マートは国土交通省の保安基準に定めている小型電動乗り物のみ販売しているお店です。当店では3つのカテゴリーの乗り物を販売しております。1つ目、普通の一般的なペダルアシスト自転車。こちらペダルアシスト自転車は自転車と同じようにナンバープレートの登録いらない、ヘルメットの着用はいらない、車道も走れます、歩道も走れます、形的にも自転車です。電動キックボード 50cc は原付1周、 125cc は原付2周。原付1周と原付2周、例えば原付2周は 125cc、 ピンクのナンバープレート、ピンクのナンバープレートが必要です。ピンクのナンバープレート。原付1周は原付1周 50cc バイクと一緒に白いナンバープレート。こちらは運転免許証必要です。 50cc のために、あの、運転免許証、ヘルメットの着用必要で、自賠責保険も必要で、また走れるところは車道のみです。電動バイクです。こちらは 50cc 原付1周、白いナンバープレート、後ろは 125cc と同じようなピンクのナンバープレート。こちらは 500W、 こちらは 750W です。ペダルも付いています。これは2番目のカテゴリー。新しく出てきたカテゴリーは特定小型原付。こちらは速度20キロで制限されているナンバープレート、白い四角ナンバープレートと自賠責保険の登録が必要。でもヘルメットの着用と運転免許証の提示はいらない。これは16歳から誰でも乗れます。車道も走れます。歩道も走れます。様々な車道歩道モードがございます。今回は試乗までできるということで。そうです。近くのところで試乗体験して、実物を見て、ちょっとまたがって、操作管理自分でやって、いろんなやっていただきましたら、まあ、気に入って、100% 理解したものを購入に進みます。これ大きな特徴です。そしたら今回はそれぞれのバイクをご紹介できるというところで、細かいところをご紹介いただければなと思います。様々なカテゴリーで店長のおすすめ商品紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこちらのエンネさんの特定小型原付、特定小型原付、車道も走れます、歩道も走れます。一つのボタンで、今こちらは車道モードなんですけれども、歩道モードになりました。歩道モード6キロ、車道モード20キロで、一つのボタンでパッと変わります。もう一つ折りたたまます。あんまり邪魔しないところにパパッと折りたたんで置いておくことができます。このペダルを回すと発電のモーターでバッテリーを充電します。これでバッテリー充電されるなので充電の必要はない。すごい珍しいなと思いました自家発電というか自分で発電してるわけですね。そうです、おっしゃった通り。これはいろんな特徴、便利さは特徴出てきます。こちらはぜひおすすめです。ありがとうございます。はい、次の電動小型電動モビリティに行きたいと思います。はい、次の私の気に入りの小型電動モビリティはタララーン、アイノートの ST3 です。三輪、
倒れない。乗り方、走り方、簡単。6キロモード。もう一つ押すと20キロモード。歩道モードと車道モード。椅子を簡単に外して、椅子をめっちゃ簡単に外して、倒して、持ちながら、これでスーツケースみたいにエレベーターに乗せて持っていけます。こちらはおすすめ。ぜひ。次のカテゴリーはこちらです。エモトラットというメーカーさんのエクスプローラーというモデルです。ファットタイヤでボコボコの道でも砂浜でも坂でも公園でもどこでも走れます。もう一つ大きな大事な点は折りたためます。エレベーターに乗せて上にマンションの入り口に置いておいたり、大きな点です。またこちらは型式認定取っています。どこの自転車さんに持って行っても修理メンテナンス軽くできます。バッテリーってどれぐらい持つのかなと思って。こちらのバッテリーは100キロ。100キロ走れます。100キロ持ちます。盗まれないように3つのステップをしています。1、自転車の防犯登録のシールを貼っておきます。2、こちらでロックかけて、例えば車体とこれでロックつけて、このチェーンロックつけて、こちらもう一つのあります、アップルのエアータグ。このエアータグをカバンとか見られないところに、こういう秘密のところにつけましたら、どうしても盗まれたらどこですかすぐ分かってもらえる。なのでこの3つの防犯登録のシール、チェーンロック、もう一つこちらの小さいアップルタグをつけましたら 100% 安心安全と思います。こちらはアド、自転車のアド、 e バイクのエアー20という自転車です。こちらは20インチのタイヤ、これ駐輪場にも入れます。折りたためる、折りたためるペダルアシスト自転車。モーターは強くて坂にも登れます。軽い、16キロです。さっきの自転車はキャンプとかオフロードとかちょっと地方とか、こちらは本当に街乗り、通勤通学近辺の買い物何でもできます。バッテリーは椅子の下に固定されてあります。サドルと一体型です。カーボンベルト、カーボンベルトのだから綺麗、ギアはないんですけれども軽くて丈夫。この電動キックボードはカーボ、カーボの一般的な有名なマンティス10というモデルです。これは35キロまで出ます。これでもうちょっとスピードが出て、モーターとバッテリーも馬力も強いなので、坂にもどこの坂でも山でも簡単に気軽に登れますし、また折りたたんだら玄関前、家の中、車のトランク、キャンプカーの中、キャンプ場でオフロードタイヤついていますので、ボコボコの道でもどこでも行けます。どこの道でもどんな条件でも丈夫で、めっちゃちゃんとしっかりしてるものなので、どこでも乗れます。こちらはサマーセール入っています。安くてめっちゃいいものを手に入れますので、ぜひホームページ ebmart.jp を見てください。こちらで試乗体験もできます。当動画を見ていただいた皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。これから ebmart として当チャンネルで、この YouTube チャンネルで毎月さまざまな小型電動乗り物の紹介もできるだけ頑張って定期的にアップしますので、また
EB マートの SNS でも EB マート .gp、インスタ、TikTok、YouTube で私たちにお質問がございましたら、ぜひコメントのところに書いてください。できるだけ頑張って答えるようにします。店にもぜひご来店お願いいたします。またよろしくお願いします。はい、お願いします。